っと走り出して足切って干すとさばい。どうしたんですか、夜中にさん。というわけで、プレゼントだ。新品じゃない、もらっていいの？じしゃーん。返品はできません。やだ、この人案外優しいとか思って損した。何よこのカバン、中に何が住んでるのよ。ヒント、ぬるぬるしてるよ。ぬるぬる。第2ヒント、予期せず増えるよ。予期せず。第3ヒント、ゾウ1頭丸ごとペロリと食べちゃうよ。丸ごと。第4ヒント、でも懐くと可愛いよ。なんなの、ぬるぬるしていて予期せず増えてゾウ1頭丸ごとペロリと食べちゃって懐くと可愛い生き物。第5ヒント、地球上の生物とは限りません。購買部に売ってますよ。いや、急いであつらえるものではないだろう。貸してやる。さあ持ってけ。そんな言われ方されて持っていけるもんですか。やめて、触らないで。自分は死ねちゃうから。私だと思って可愛がってくださいね。もちろんよ、初孫をめでる老夫婦のように目に入れたって可愛いわ。行ってきます。あ、待ってください。投稿はご一緒にと。って言ったじゃねえか、あのユリ女め。あ、ドローリ。あれは何？ニコゴリネ。キリさん。ゼラチン質の多い魚や鶏の煮汁を冷やしてゼリー状に固めた料理よ。箸休めや酒の魚によく使われるわ。リミよ。あなたがいけないんですのよ、龍拳様に慣れ慣れしくなさって。このロザリオも彼女に貸していただいたものでしょ。ああ。え、どうしてあなたばかりが。やだ、まさかちょっと。探し方が悪いんじゃないの？キリちゃん。あ、あなたたち。お使いなさいよ。けれど絶対謝ったりしませんからね。そうよ、絶対しないんだから。焼かれた。私が被害者なのに。実は私が悪い。とにかく落ち着いて。あなた方は石間龍拳先輩を宮前さんに取られると思って妨害したのでしょ。ちょっとキリさん。でもそんなことをする必要はないわ。宮前さんは私と付き合うことになったから。もうにゃんわ。かなこくん。龍拳様、どうしたんだい、そんなにびしょ濡れになって。まさかまた私のせいで。あ、いえ、違うんです、これは。昨日ずっと考えていたんだ。私は決めた。これからは、この石間龍拳が、君を守る。起きてください。おはようございます。いけませんよ。朝っぱらから騒がれては。バツリカの行動は、朝っぱらからワイルドが過ぎるな。お何するのよ、いきなり。黙れ、わらじ虫。そして目が覚めたなら部屋の外を覗いてこい。外？おはよう、かなこくん。すがすがしい朝だね。なぜ龍拳様がいるの？俺が知るか。道義姿が超麗しい。うん、お前喋るな。もしかしてあれなのかな、昨日のあれ。これからはこの石間龍拳が君を守る。マジっすか。生真面目といえば聞こえはいいが、現実問題ただの面白い人ですよね。そしてうっかり流してたけど、その格好は何ですか、マリアさん。ファンサービスだ。感動的で愛らしいだろ。使用人に身をやつした俺もよ。女装の上にコスプレ趣味も加わりましたか。
大した正当作者っぷりですね。黙れ使用人。それはともかく外のあれだ。下手に周りをうろちょろされると俺が男だとバレる危険がある。責任取って何とかしろ。え、私が？トラブルがあったら突き刺すからな。どこに何を？毛穴という毛穴に突き刺す。だから何をなの？昨日はごめんなさいね。こんな具合にすでにいじめ問題は解決済みなわけだもの。でも学院のアイドルがボディーガードをしてくれるなんてちょっぴりラッキー。クリさんという恋人もできて編入生活は上々だわ。っ恋人？私があなたの？そんなわけないじゃない。だってお付き合いしてくれるって。あの時はああいうのが一番効果的だと思ったからよ。事実解決したでしょ。ごめんなさい誤解して。まさかあなたたちがそんな。頑張ってね。応援するわ。確かにそうだけども。でもだったらどうしてあんなこと言ったの？だって頼まれたもの、先生に。え、宮前さんをよろしくね。困った時は助けてあげて。はい。そんなあんなの社交辞令なのに。私ははいと答えたわ。守るものでしょ、約束は。というか何かしらね、この状況。石間さん、今日は授業参観じゃありませんよ。教室に戻りなさい。断じて否です、熊谷教諭。ダメだと分かっていても武士にはやらねばならぬ時があるのです。どうしまして宮前さん、元気がありませんわよ。ほのかさん。せっかく培われようとしていた友情が仲直りできたと思ったのに。すまないかなこくん、私が近くにいると良い結果をもたらさないことが分かったよ。ゆえに今後は少し離れて見守ることにするよ。今日はすごく疲れたな。早く寮に帰りたい。ほのかさん、修復不可能かもしれません。かなこくん、早速バレた。ごめんね、気づかなくて。え、じゃあね、お幸せに。かなこくん、なんかおかしいですよ。立ち聞き、趣味が悪いわよ。キリさん、龍拳様に何を言ったの？あなたと私がお付き合いしていると。にゅ、先輩にそばにいられると恥ずかしくてキスもできない、そういう内容の話をしたわ。心配しなくても秘密にすると約束してくれたわ。もっとも人の口に戸を立てられるかはわからないけど。なんでそこまでしてくれるの？キリさんまでおかしな目で見られちゃうんだよ。別に他人の目は気にならない。あなたを助けてという人がいた。私ははいと答えた。だから私は可能な限りそれを遂行するだけ。もうこれ以上我慢できませんわ。こうなったら最後の手段。ほのかさん、まさか。そのまさかよ。私たちに残された最後の海産物、毒を食らわば皿まで、みんな道連れですわ。ほのかの言う最終兵器海産物、あれとは一体何なのか、どれほど恐ろしい海産物なのか、果たしてこの世の中にそんなにも恐ろしい海産物が存在するものなのか。マリアホリック史上最強最悪のこの危機を花子は乗り越えることができるのか。緊迫の次回、刮目して待て。